こんにちは、吉さんまあつ辛いという字に1本線を引くと幸せになるみたいなね陳腐な言葉っていうのは昔からありますけどもなんでこれが陳腐かっていうとこの例えがよく使われるからですよねよく使われて多様化されるから陳腐にもなってそんな話よく聞くよっていうことになっちゃうんですよねでもよく聞く話なのになんでそこに達する人は少ないのかなと思うと辛いところに1本たった1本の線を引けない方なんですよ どんな一本の線を引くかっていうと辛いことはやらないでいいんじゃないですかねもしくは辛いことをやらなくてもいいようにするもっと言ったら辛いことを辛いと感じないような変化をもたらしていくってことですだってね飯も食わずにやらされたみたいな経験あるでしょでも今は飯を食うことを忘れてやってるってことに変わってませんか飯を食わないって辛いですかねいやなんかねこれやり遂げるまで飯なんて食ってられっかみたいな 高揚感が襲うわけじゃないですかでもやるのがめんどくさければああ飯の時間過ぎちゃったよってことが気になってさらにパフォーマンスを落とすわけですよで飯食ってもうまくないみたいなことになっちゃうんですよねパソコンのデスクの横でなんか牛丼みたいなの好かっこ見ながらこうやってね <laughs> っいて食べるわけでしょそれで仕事終わんないわけでしょ今どうですかね吉谷さんよし終わったうーん送信とんお売れてきたじゃん 45万か。うーん、まあまあかな。アップセルでかけて60万にするか。みたいなね。こんな感覚ですよよし、飯食べに行こう。うーんと、今日の定食は B かな。あ、カツフライで行くか。今日は豪華に。C だ。670円。うん、贅沢だな。コーヒーも飲んじゃえみたいなね。こんな感じですよ。実支払いペイペイポイント貯まって運用。ハッピーそのものじゃないですか。 世の中の中いろんなサービスに感謝しますよねこの厳しい中苦しい中飲食店を続けてくださってありがとうみたいな気持ちで飲食店に使わせてもらうとで飲食店に行くと「ありがとうございました」って言っていただけるから「いやいやこちらこそありがとうございましたですよ」ね「飲食店さんでこんなね500円とか1000円でこれほどまでに素晴らしい食事のサービスを提供してくださって本当に頭が下がります」みたいな心から感謝して会場に会計するわけですけどもいやもうちょっと払いたいなって気持ちをね 抱えながら、また来るからね、みたいな、頑張ってね、みたいな気持ちになるじゃないですか。だからこそね、経営なんで、飲食店を閉店せざるを得ない店に対して、いやー、なんか俺、ここの店のオーナーにでも、なっとけよかったかな、みたいなね、余計なお世話もしたわけですよ。いや、でも、幸せ、辛い、本当にちょっとした違いなんですけども、なんで、ここにたどり着けないのかな、と。うん。まあ、とりあえず、今日も、 私もね、仕事終わりましたんでやることはやりましたんでちょっと出かえてきます行ってきます。